アントン・ザボロトニーは、ソビエト連邦出身のロシア代表プロサッカー選手、PFC チェスカ・モスクワ所属。ポジションは FW。FC メタルルグ・リッペツクのユースチームでプレーを、始め、13歳の時に PFC チェスカ・モスクワのアカデミーに加入。2008シーズンからトップチームに昇格したが、出場機会を得られず、他クラブへのレンタルを経て、 FC ウファーに完全移籍で放出された。2014年9月、FK ファケルボロネジに完全移籍。2016年2月、FK トスノに期限付き移籍。2016から17シーズン前に FK トスノに完全移籍した。2017年12月12日、FC ゼニとサンクトペテルブルクに3年半契約で移籍。2019年8月3日、PFC。 そっちに移籍。2021年5月31日、フルスチェスカ・モスクワに3年半契約で復帰。2017年10月7日、韓国代表とのフレンドリーマッチで、ロシア代表デビューを飾った。2018年5月11日、2018FIFA ワールドカップロシア代表チームのバックアップメンバーに選ばれたが、最終登録メンバーからは外れた。 2021年6月2日、UEFA ユーロ2020に臨むロシア代表26人の一人に選ばれた。しかし、同大会での出場機会はなかった。ゼニト、ありがとうございます。